先生、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日は20代女性の方からのご質問です。はい、私は今までメキア先生に、眼瞼下垂手術、目頭切開、目尻切開、垂れ目形成、鼻プロテーゼ、小鼻縮小、耳介軟骨移植、顎プロテーゼ、頬骨削り、額形成などの手術をしていただきました。元の顔に比べればだいぶ美人になったのですが、私はまだまだ満足できません。先日メキア先生にあとどこを手術したらいいか質問をしたところ、もうパーツの形を変える手術はやり尽くしたからやることはありません、今後はアンチエイジングの治療をするのがいいですよと言われました。はい、でも私はもっともっと顔を整形して美人になりたいんです。小さな頃から自分の顔がコンプレックスで嫌で嫌でしょうがないんです。どれだけ整形しても自分に自信を持つことができず、外を出歩くのが怖いし人と会うのも怖いです。メキア先生、私はどうしたらいいですか。先生助けてください、お願いしますとのことです。わかりました。はい、まあ話聞いてると、まあ、集計恐怖症で整形依存症になっていると思いますね。はい、うん、まあ美容整形ってそもそも自分の顔の欠点を直してバランスを良くするっていうのが基本なんだけれど、はい、でまあいろいろ僕が手術させてもらってるから、まあ、何回もカウンセリングに来て手術してってやってて、はい、もうやり尽くしちゃってるんだよね。はい、目もやってるし鼻もやってるし輪郭もやってて、はい、もう手術するところがないっていう状態なんだけど、それでもいいから何か整形したいっておっしゃってるわけであって、はい、でもまあやる必要もうやるところがないから、はい、まああとはパーツを変えるんじゃなくてアンチエイジングやっていくのがいいよって、はい、まあ、僕よく言うんでこの方もそう言ったと思うんだけど、はい、まあ、それで納得する人もいれば納得されなくて、はい、それでもいいから何か手術し切る手術をしてくださいっていう人はいるんだよね。はい、でまあ、結局自分の顔が嫌いで嫌いでしょうがなくて、はい、もうできればもう生まれ変わりたいってぐらい思ってる人だと思いますね。何か幼少期のトラウマとかあるのかもわかんないですね。はい、はい、でも、はい、まあどうしようもできないですよね。うん、おそらくその自分の顔が嫌いで嫌いでしょうがないから、はい、とにかくメスを入れる手術でパーツをの形を変えたいと思ってると思うんだけれど、はい、まあ、やり尽くしちゃってるので、うん、まあこういう時は気持ちをスイッチするのが一番いいんですけどね。はい、うん、そもそも美容整形って自分の顔の欠点を直してコンプレックスを解消して幸せになるために手術するわけだもんね。はい、うん、はい、バランスが良くなって、はい、まあ、美人になったり可愛くなったり、はい、ハンサムになれば、はい、周りの人からも好かれるし、はい、友達もできたり恋人ができて幸せになるから整形するんだけれど、はい、まあ、その人はおそらくもう整形手術すること自体が幸せになってるのかもわからないですね。はい、まあ、時々ね本末転倒になってる人がいて、その幸せになるために整形するんじゃなくて整形手術して自分の顔の形を変えることが幸せで、整形すると安心するから整形する人っているんだよね。はい、うん、でもまあどうしようもできないですよね。もうやることがないのに、はい、ね、もっとメスを入れて手術してって言われたらどうしようもないですよね。そうですよね。うん、そういう方はね大抵そのメスを使う手術とか、はい、効果が永久的な手術をしないと納得しないんだよね。はい、自分の顔が嫌いだから、まあアンチエイジングをしてシワを浅くしたり、はい、たるみ治療するのを僕はそういう方をおすすめするんだけど、はい、アンチエイジングって自分の顔の元の形を変えるんじゃなくて、はい、老化に対する若返り治療してるから、はい、生まれ変わることにはならないんだよね多分。その人の考え方だと、はい、あとまあヒアルロン酸とかボトックスとか途中で効果が切れるものも嫌うんだよね。効果が永久的なものを望むから、はい、ヒアルロン酸やボトックスだと一時的に効果があってもまた戻っちゃうから、
自分の顔を全部変えて生まれ変わりたいって考えてる人は、一時的な効果じゃなくて永久的な効果のものを望むわけですよね。大きな変化が出てるものっていうことですけど。そう、大きな変化を望む人が多いね。で、一時的じゃなくて永久的な効果を望む人が多いですね。集計恐怖症とか、整形依存症の人は。まあそうですね。まあでもね、まあ悩みすぎてますよね、その方ね、どう考えてもそね。うですよね。なので気持ちをリセットするのが本当は一番いいんですわ。まあそもそもね、そんなに悩みすぎてること自体が綺麗になりたい人にとってはもうアウトですわ。悩むことっていうのはね、どんどんストレスが溜まっていって、でストレスを感じるとね、コルチゾールっていうストレスホルモンが分泌されるんだよね、副腎皮質っていうところから。そうするとね、そのストレスホルモンによってね、どんどん肌のタンパク質が分解されて、肌の張りがなくなって、げっそりした顔になったりとか、小じわが増えたりとかするから、そもそもストレスを感じること自体がアウトだから、まあ、その人悩まない方がいいですね。なので気持ちをね、リセットして、もう私はもう美容整形でやれることは全てやったんだから、今度は違うことで幸せを見つけようとするのが一番良いですわ。まあ、それがまたアンチエイジングの治療とかでもあるんだけれど、まあ、それ以外でも、例えばそのね、生け花を習うとかさ、お料理を習うとか、なるべくもっと女の子らしくなるためにとか、あと英会話を習うとか、仕事を頑張るとかさ、違うことを頑張っていって、幸せを見つけることが本当は大事ですね。だからもうそうするのがいいですよとしか僕はね、アドバイスできないですね。先生、助けてくださいって言われても、もう美容整形で、ね、形を変えることは何もないわけだからね。結局もう解決できないわけですからね。まあ、やれることを全部やって、まあ、そこそこ可愛くなったとか、美人になったとかおっしゃってるわけだから、まあそれなりの美貌にはなったわけだから、これ以上手術することはできないから、もっと美人になりたいって言ってもできないから、解決できないことはもう諦めて、悩むのをやめるっていうことが大事ですね。割り切ることが大事ですね。なるほど。そう、解決できないことをずっと悩んでもしょうがないよね。例えばさ、その背の低い人がいてさ、背が低いことがコンプレックスで、ずっと僕は背が低い、背が低いって悩んで悩んでもしょうがないですもんね。そうですね。大人になってから悩んでももう伸びないから、だったらもうそれはもう割り切って違うことを頑張るとか、自分のコンプレックスをまた逆にね、バネにして、頑張ったり、コンプレックスを逆に長所にしたりとかね、そういうことをすべきですよね。三流大学を出たことがコンプレックスな人でもさ、もう社会に出た後だともう大学また入り直すなんて大変だから、悩んでもしょうがないんだから、仕事を頑張って結果を出せばいいとかね、そういうふうに気持ちを切り替えることが大事なので、その方ももう悩んでもしょうがないので、幸せになるためだにはもう悩むのをやめて、ストレスを感じるのをやめて、何か違うことを頑張って生きていくことをお勧めします。あとはね、その人に言いたいのは、僕に手術断られたからといって退院に行くのはね、やめていただきたいですね。やっぱり退院に行けばね、お金儲け主義の美容整形のクリニックってたくさんあるから、やって良くならないことでもどんどん進めるってことはあるからね。特に集計恐怖症や整形依存症の人なんかは、これやるといいですよって勧められればね、それに食いついちゃうところがあるから、僕に断られた人はね、もうちょっとよそにはね、行かないでいただきたいですね。行くなとは言えないんですけど、僕の立場で強制することできないんだけど、ハイエナみたいなね、金儲け主義の美容外科医もたくさんいるから、行かない方がいいと思います。まあそんなところですかね。まあ、僕のね、カウンセリング受けた人なんかよく知ってると思うけど、僕そんなにね、積極的にガンガン進めないんだよね。
特に神経恐怖症とか整形依存症の人なんかは、本当にこれをやれば良くなるっていうことしか進めなくて、お金儲け目的でね、どんどん必要のない手術まで進めるってことはないんだけど、やっぱりよそに行くとね、必要のない手術をどんどんトッピングして進めてね、お金を絞り取ろうっていうところはあるからね、その眼瞼下垂じゃなくてもね、希望の人にあなたは眼瞼下垂の手術した方がいいですよって言ったりとかね、あとそのあなたは目頭切開をしないと二重になりませんとかね、嘘でたらめのことを言う人とかよくいるんだけれどね、実際にはね、本当にシンプルに一つか二つの手術だけで本人の希望を叶えられるってことがあるから、あんまりそうですね、僕に断られた場合はよそに行かない方がいいと僕は思います。そうですね、はい、以上です。はい、わかりました。じゃあ、みきや先生、本日もためになるお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。